は川流れの南端とされる、鳥越山北部に位置する、宝来山笹川流れの11、鳥越山に、JR 桑川駅、道の駅笹川流れ3、宝来山4、狐崎笹,笹川流れは、新潟県村上市にある海岸。国の名称及び天然記念物に指定されている、地域で日本百景にも選定された、県下有数の海岸継承地である。笹川流れの笹川とは、 集落名で、この笹川より、沖合の岩場まで潮流が見られたことが、名の由来とされる。日本地名辞典によれば、一般に知られる、笹川流れは、抗議での意味であり、競技ではその中で、北半分のみを指すとある。鳥越山から狐先までの全長1 1トルで、その間に、無数抜き岩、絶壁、ホラー穴が連続する。メガネ岩、屏風岩、ニタリー岩、 恐竜岩、宝来山などの気象があり、観光船で探縮できる。国道345号と JR 上越本線が海岸に並行して走っている。JR 上越本線桑川駅と併設されている道の駅笹川流れから日没時には綺麗な夕日が眺められる。また、この笹川流れ海岸付近の上越本線は、 C57 や D51 などの蒸気機関車が活躍していた1960年代中期からの SL ブームの頃からの鉄道写真撮影の名所としても知られ、夏は風光明媚で冬は荒々しい海岸沿いを行く列車を撮影する数多くの鉄道ファンで賑わっている。一帯は瀬波笹川流れ淡島県立自然公園に含まれる。ありがとうございます。